何かあるぞ。おい、宝箱だぜ。Thank you.
だけど。退屈な仕事だったぜ。シャドウダイブ。
トルさん、よかった。どうした？なぜ今まで忘れていたのでしょう。彼女が剣で貫かれたあの瞬間、私とても大事なことを。遠い昔、私はある少女に与えられた一体の人形でした。その家は比較的裕福ですが、ごくありふれた農家だったのです。私はその少女の人形として、彼女の健やかな成長を見守りました。繰り返されるつつましやかながら平穏な日々、そんな日がずっと続いていくものだと私は思っていたのです。彼女がロスビータが聖女として見出され出征するまでは。アネモナ、行ってくるわ。必ず生きて帰ってくるから、いい子で待っててちょうだい。戦争が終わって帰ってきたら一緒にお茶会をしましょう。それが彼女のかけてくれた。アネモナちゃんが聖女の、そのアクリリスさんの最後を見て思い出したってことは。まだそこまで確信は持てません。ただもう一つだけ思い出したことがあります。彼女と別れてから時は移ろい、私はある男性と過ごしていました。私はその男性をお父様と呼んでいました。おめでとう、アネモナ。今日は君の誕生日だよ。目を開けて私の顔を見てごらん。その足で大地を蹴って走ってごらん。どうやら私はお父様によって魂と自我を与えられたようです。魂と自我を与えたって、何者なんだそいつ。それが今はそれ以上思い出せません。でもお父様は意外と近くにいる。そ、きっかけがあれば新たに思い出すこともあるかもしれません。アネモナさん、thank you.
モルディアンな方よ。さあアジタとやらに連れ帰り存分に。そうだな。何を作るんだ？あ、お疲れさん。お疲れさん。いつでもお待ちしてます。おい、頼まれました。
こまりました。頼まれました。かしこまりました。かしこまりました。かしこまりました。父さん、確かに家を出たけど、私は家族まで辞めてない。お姉ちゃんやお父さんに受けた恩を忘れたこともないよ。だから都合のいいことを言うな。一度紹介を抜けると決めたのだ。自分で決めて始めたなら徹底的にやり遂げるべきだろう。私は花屋プチフルリストは取引を申し込みます。なんだと？希少会の販売主任カーラ・ペンドルトン。当店で彼女の行方を調査して、その身柄の安全を確保します。報酬はアルタゴの地に咲き乱れるという純白の花セレン。希少会が扱うその種子を優待価格で下ろしてもらえませんか？ただし調査に必要な情報は提供してもらいます。
自分が何を言っているか、実績もない貧民街の花屋をどう信用しろというのだ。信用できる相手かどうか見抜けないあなたではないはずです。何？それに今の条件ならどう転んでもペンドルトン商会に損はありません。おっしゃる通り、当店はまだ小さなお店。損して得を取れですよね。相手はロムンにさえ反旗を翻した聖国騎士団だぞ。花屋のお前が一体どうするつもりだ。迷惑がかかってはいけないので、そこは秘密にさせてもらいます。この仕事は結果が全てのはずです。お嬢キリシャ、なぜ今までそれができなかったのだ。一人で店を開いてみて分かったことがいっぱいあるの。仕入れ値一つ決めるのもお父さんやお姉ちゃんがいないとすごく不安ね。でもお店を続けるには一人で真剣に考えて答えを出さないといけない。たとえ苦手なことでも簡単に逃げ出すわけにはいかないって気がついてみると、当たり前なことですごく恥ずかしいけど。私がお前の成長する機会は。それは違うよ。お父さんとお姉ちゃん二人が教えてくれたことが結びついてたどり着けたんだと思う。私一人じゃきっと無理だったよ。だからお姉ちゃんのことを放っておくなんて。カーラのことはまずロムンの守備隊に抗議した。だがベルガー監獄長が不在でな。調査に必要な情報の提供、それが取引の条件なのだろう。お父さん。結局守備隊では拉致が明かず、騎士団から直接説明があってな。それによるとカーラが怪人たちと通じていたという容疑らしいが。それって容疑の内容自体は私にとって驚きではない。たとえ本当だとしてもカーラなりに考えがあってのことだろう。それより私に断りなくペンドルトンのものを拘束するとは。これまでの関係を考えれば事前に連絡くらいありそうなものだ。なりふり構っていられなくなったか。それか、そんなことをもう気にする必要がないのかも。そんな鉱山からの情報によれば、騎士団幹部は監獄の禁区とやらによく集まるそうだ。最近捕らえられた者はそこへ連れて行かれるという噂もある。キンク、それじゃあお姉ちゃんも。その可能性はあるだろう。カーラに関する情報は今のところはこの程度だ。お父さんありがとう。まったく、総督府の選挙といい本気でロムンに反旗を翻す気か。確かにロムンは侵略者だが、以前の王家よりうまくグリアを治めている。今の状況は歴史の必然だと思うが、難しい問題だな。リッシュさん、まあ新しい情報が入ればまた知らせる。そのなんだ、あまり無茶はするな。うん、
それからお前の店なんだが、かなり奥まった場所にあって立地の面で大きく損をしている。工夫しろ。ちょっとしたことで店の印象は変わるものだ。どうすればいいか。すでに。お父さん、ありがとう。
アドルちゃん、アドルちゃんは何を選ぶのかしら。
心ば。お前か。要件を聞かせてもらおう。これを選ぶとはさすがだな。もう頑張ってきてね、アダルちゃん。
ちゃん、アドルちゃんは何を選ぶのかしら。愛情たっぷりよ。ほら作りたてよ。ほら作りたてよ。ほらお腹頑張ってきてね、アドルちゃん。ちょっと待って。イリス君の見せたいものとは一体何なんだろうね。アドル君は何か聞いているかい。おじさん、アドル、待たせたわね。その、どう？に、似合ってないとか言うんじゃないわよ。当然よね。私の丈に合わせてシャンテに繕ってもらったんだし。とても素敵だよ、イリス君。しかし店長に用意してもらったということは、もしかして。うん、ダンデリオンで正式に働かせてもらうことにしたのは。だから自称暗殺者はもう元王族って肩書きももう忘れることにする。もともと
名ばかりだったけどね。イリス君、それが君の出した結論なんだね。ええ、ダンデリオンで過ごすうちにいろいろと思い知らされたのよ。私は全部をロムンのせいにしてただ逃げるみたいに生きてきた。でも私もみんなみたいに胸を張って生きてみたいと思ったの。だからその第一歩としてただのイリスになろうと思うわ。そうか、うん、君の決断を応援しよう。暗殺者よりもその姿しかしそういうことなら勉強の方もしていかないといけないね。文字の読み書きはできるようだが少し世間に疎いところがあるようだから、店員として正式に働くのなら礼儀もきちんと正さないといけないよ。特にシャンテ店長には敬語を使うようにしないとね。おじさんのそういうおせっかいなところ私の育ての親とそっくりだわ。うん、裏家業の人っぽかったけどどこまでも食えない人だったわね。いくら暗殺術を教えろって言っても護身術しか教えてくれなかったし、私を預けた人の頼みとかで元から暗殺を教えるつもりはなかったみたい。結局あの人が病気で亡くなって私は飛び出してきちゃったわけだけど。そうか、それはまた辛い別れだったんだろうね。お父さんや君を預けてくれた人には感謝しないといけないよ。思ってくれた人たちのおかげで君は過ちを犯さずに済んだんだろうから。もうだからそういうのは余計なお世話なのよ。あんまり調子に乗ってると殺すわよ暗殺者は廃業したんじゃなかったかい？それはそうだけど、そういえばあんたたちに用意してたものがあったわ。いい、おとなしくそこで待ってなさいよ。おいしそうな紅茶だね。それではいただくとしようか。なかなか刺激的な紅茶だね引っかかった。イスパニ特産の激辛香辛料よ。暗殺者はやめたけど一筋縄で行くと思わないことね。これからはせいぜいお店の料理にも気をつけなさいこれは参ったな。いたずらはほどほどにしてもらえると嬉しいよ。
クリムゾンライン。それ、先は中庭だ。一暴れしてやってくれ。いいね、退屈しなくて済みそうだ。やれやれ、一人で突っ走りすぎないで。怪人だと。またしても侵入してくるとは。ごめんなさい、通ります。何度もすみません。数が多いですね。適当に引きつけたら階段を登ってエントランスへ抜けましょう。ここから西棟に向かう手はずだけど、上へ飛んで行った方が早そうだね。
剣。シャンデリアを落とせ。こいつらにも騒ぎを起こしてもらう。盛り上がってきたぜ。思ったより時間が足りん。予定変更だ。お前たち、東塔から中央塔へ飛べるか、派手に暴れて引きつけてくれ。ええ、承知しました。
りがいるわ。ちょうどいいじゃん。せっかくだから相手してくれよな。ちょっと。ドックの皆様、こんにちは。完全に悪役だな。
おい、早速遊びに行こうぜ。なあ。どうする？取引の依頼か。そうか。ではな。任せな。潜るぜ。行くわよ。
リムゾーンライン。
よ。おう。すげえ。ささ。うまくいきました。おう、またな。